ミカとイコの幸せ未来計画。あー忘れた、今日パッ音がはい、そうですね、はい、ご紹介ですか。ご紹介ですね、はい、はい、一級建築士の占い師、占い講座講師、ムミ DDH アカデミーのミカです。はい、あのスピーチアウカウンセラーのルアナの店のイコです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、この番組は、はい、はい、ゲストを迎えして教えていただいたスキルを実践検証していく。はい、2番、私たちとゲストの方と視聴者の皆様方をのご縁を広げていく。はい、3番、はい、はい、私たちの気づきやメッセージをシェアする、そんな番組ですね。へー、いこさん、はい、はい、前回はね、初ライブということで、うん、ね、ドキドキでちょっとトラブルで ね、ちょっとお聞きづらいところ失礼いたしました。本当にすいませんでしたっていう感じですね、うんうん、未来プロジェクトジャパンの梶原能さんにね、出演いただいて、うん、はい、ね、いろいろ話聞きましたよね。はい、はい、あの奇変の話を ね、うん、刃物運の話とか、うん、うん、しましたね。ね、いろいろとね、うん、あの、うん、今のいく、あのピピッときた神社、ピピッときた神社の話とかね。うん、そうです、箱根の、ね、白龍神社だったかな。そうですね、言われてましたね。おすすめってね、うん、また行ってみたいですね、うんうん、はい、またぜひぜひ行ってみたいですね、うん、はい、ありがとうございました、うん、ありがとうございます。で、うん、今日のゲストは、はい、今日のゲストはね、今日ベレー帽をかぶってますけど、うん、ちょっとまた、ね、芸術の秋、あ、もう冬かな。いやいや、秋でいけます、秋でいけます、けまだ秋で、秋でいける、秋でいける、はい、ね、うん、大切なもの、アートの青山、うん、ゆかさんなんですけども、うん、似顔絵アーティストでね、あの素敵な似顔絵や、この間ね、うん、宣伝の時にもちょっとお見せした、うん、人物のイラストだったりとか、ペットのね、うん、似顔絵もその場で描いてくださるんですよ。うん、すごいなぁ。楽しみですね。もう、うん、絵が苦手な私にはすごいなんか、わーって思っちゃいます。羨ましい。またね、巨匠の実力みたいです。画伯。はい、まあ、楽しみです、はい、早速呼んでみましょうか。はい、じゃあね、せーの、ゆかさん、ゆかさん、ゆかさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めまして、大切なものアート、青山ゆかさんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大切な、はい、うん、大切なものアートの青山由香です。はい、独学で始め、うんうん、オーダーで似顔絵やペット、うん、お名前ポエムなど、その人の大切なものを描いています、うん、また、うん、イベントで似顔絵の石描きもしたりしています。はい、うん、あ、すごい、すごい、贈り物にも最適ですね。贈り物にもね。絶対喜ばれる。うん。ね、はい、ね。独学で絵をされているそうですけど、はい、いつから独学を始められたんですか？6年ほど前から始めました。もともと絵が好きで、うん、仕事に勤めながら、うん、友達のウェルカムボードや、うん、お名前ポエムを書いていたんですけど、はい、やっぱり、うん、喜んでもらえたりするので、うん、もう、うん、自分も嬉しくて、うん、まあ、ずっと書き続けたいなと思ったのがきっかけです、うんうんうん、はい、ね、それでお仕事を始めたんですね。そうです、はい、そうなんですね、ね、私も、ね、ゆかさんにイベントとかもね、うん、一緒に出てもらったりするんですけども、大人気なんですよ。あー、でしょうねー、うん、その場であの似顔絵とかペットとか描いてもらえるんですよ、ね、うん、すごい、そう、お写真ね、持って
来られた方なんかは、はい、じゃあ私のうちのペット描いてくださいって言ったらね、ああいいよね、そうまた可愛いの、見たい、絵が見たいですね、描いてあるんだね、あるそこに今ちょっと見せれる絵とかあります、あ今ちょっとちょっと動いても大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。来ます。ね、はい、すごいですね。すごい。だってもうその場で書いてくれるっていうこと自体がまたすごいのに。時間もかかるのかな？どうなんだろうな。結構イベントなんか短い時間でね、10分、15分とかで。それで言ったら、どんな感じの作風なのかなって感じですよね。すいません。ね、うん、楽しみ。まあ、見えますかね。おー、あ、これは、かわいい。お子様ですね。いいはい、お子様です。お子様。あー、こういった優しい。あー、かわいい。はい。え、絶対嬉しいよね。うん、飾っときたい。飾っときたいですよね。ありがとうございます。ね、めっちゃ素敵。はい、そうね、なんか、ね、今見せていただいたんですけど、似顔絵は、何を使ったりとか、どんな手法で描かれたりしてるんですか？そうですね、似顔絵は、コピックっていう、あの、アルコールインクのカラーマーカーを使ったり、また、水彩色鉛筆でも描いたりしています。はい。先ほど見せたのは、水彩色鉛筆。って書いた、優しい感じですよね、うん、すごく優しく仕上がりますね、そうですね、はい、であれはどのくらいの時間でできるんですか、絵は15分から20分ぐらいですか、すごい、すごいな、だってじっとしてないもんね、動物なんかじっとしてないじゃないですか、そうですね、でも、だいたいもうパッと見て、イメージして書きます。すごいな、すごいな。いや、私、あれだよ、止まってるものでもそんな書けないから。そうですよね。私もです。もう全然ダメです。だから動くの、だからなんかパッと入っちゃうんでしょうね。雰囲気をパッと掴んじゃうんでしょうね。自分の中で。ね、インスピレーション的なものでしょうね、多分。それでさっきね、お子様の絵もありましたよね。はい。子育て書いてますけど。でも子育てされながらお仕事をするって言ったら結構難しく感じることとかあると思うんですけど、コツとかありますか、両立するのに。そうですね。やっぱりまだ子供が小さいので、自分の時間がなかなか取れないんで、寝ている時間を狙って書きます。はい。でもね、なんか育児しながら、でもその自分のね、時間って癒しの時間もありますよね。そうですね。そうですね。お好きなんでしょうね。じゃないとできないもんね。寝てる間なんて寝たいです。すいません。ゆかさんは、その、書き始めたら、なんかね、何時間ぐらいこう書いてたりするんですか？もう私ずっと描けるんですけど。本当好きなんですね。もうその集中して、もう絵に入り込むので。羨ましいですね。自分をこう表現できるものがあるっていうのはね。でもこれね、お子さんも大きくなってくると、一緒にね、多分もう描いたりしますよね。描きたいです。いいですね、親子でね。本当ですね。お母さんの作品を見ながら育つから、やっぱしね、全然違うと思います、感性もね。じゃあね、お子さんが寝ている間に、こう、描いたりとか。はい。今、じゃあ、似顔絵と、あと、お名前ポエムとか、もう言われてましたよね。お名前ポエムってどんなものなんですか？お名前ポエムですか？あの、筆を使って描くんですけど。そういえば、ゆかさん。筆ペンと筆を使って描きます。今はないですね。今、そうですね。飾ってあります。ちょっと見せてもらって。見えないね。外してきてもらってもいいですよ。待ってます。ちょっと、でも、どうだろう。結構。届きますか？大きいの？
届かないと思います。へえ、見たいって。カメラではこうやって見せないですね。はい、そうですね。うん。うん、じゃあ、その、もし、あの、ミカっていう名前だったら、それで名前を入れて、はいはい、なんか、書いてくださる、あ、私書いてもらったことがあるんですよ。そうそうそう。書けます。はい。字も、ね、すごい、書道何段でしたっけ？何段ですか？すごいんですよ、達筆なんですよ、書道もね。すごいですね。うん、ね、本当に。字もかけて、そこにちょっとね、色とかも入れて、素敵な作品にね、仕上げてくださるんですよ。うん、やっぱし、絵も上手い人は字も上手いんでしょうね。ね、見る感覚とか、なんか、なんて言うんだろう、感性というか、ね、観察力とか、センスとか、センスね。あの、やっぱり才能もありますしね。あと、集中して、ずっと子供の頃からやっぱり書かれてたんですか？あ、本当だ。そうですね。うん。もう、やり始めると集中するので。ね、これは。結構人がいないところで書いてました。いつ、何歳ぐらいから？もうずっと絵が好きです、本当に。なんか、もう学校のポスターとかも、もう親が外出している間に描いたりとか。すごい。はい。やっぱりね、じゃあもうずっと好きだったことが、今は、こうね、ちょっと仕事としてできてるってことですね。はい、でもこれ、ね、いつ頃から、はい、今6年前からね、されてるって言ったんですけども、はい、お仕事にしたいっていうの考えられてたんですか？そうですね、好きなことは仕事にしたいなとは思ってたんですけど、やっぱりそうやって書いてるうちに、どうしてもやりたいなと思って、はい、一度はやりたいなと。じゃあそのね、はい、じゃあお仕事にしようと思ったきっかけとかってあるんですか？やっぱり喜んでもらえる、自分が描いた作品で、もうみんながエゴになってくれたり喜んでくれたりするので、もうやりがいもあるし、自分もなんか幸せになれると思ったので、みんなも幸せにできたらなと。いや、幸せになれますよ、本当にね。なれますね。特に自分のね、顔を描いてもらって、こんな素敵に描いてもらったんだって嬉しくもなるし、ね、子供とかペットとかって、嬉しいじゃないですか。本当ね。大事にしたいですね。ね。そこでね、また、ミカの今日もおねだりタイムなんですけど。はい。はい。ねえ、いつもちょっと何かみんなでこう体験できることを体験させていただいてるんですけども、ゆかさん今日何か一緒に体験させてもらえませんか？はい。今日はじゃあみんなで似顔絵を描いていきたいと思います。はい。イエーイ。めっちゃ下手なんですけど。全然関係ないです。はい。そうなんだ。じゃあ何か用意、何用意したらいいですか？と、パステルと、色鉛筆と、画用紙。で、コットンかティッシュがあれば。あ、なるほど、なるほど。はい。はい、じゃあ。パステルと、色鉛筆と、お、見えない。色鉛筆と。100均とかで買ったパステルなんですけど。はい、あ、全然大丈夫です。はい。そうですか？じゃあこれ100均で買った。はい。はい。パステルと、ちょっと画用紙と、色鉛筆。色鉛筆。コットンかティッシュがあれば。ティッシュ。はい。ティッシュ。はい。じゃあね、ちょっと皆さんも、ある方は、もう本当にね、あるもの用意していただいて、一緒に描いてみましょう。はい。ね。はい。じゃあちょっと準備しまーす。はい、よろしくお願いします。お願いします。準備できましたか？はい、できました。できました。じゃあ準備ができたら、はい、はい、
似顔絵を描いていきます。はーい。はい。うんうんうん。今日は、うん。まず輪郭から描いていきます。はい。輪郭。その、はい、描くのは、はい。何ですか、はい、色鉛筆かなんかで輪郭描いたらいいんですか、何色とか。そうですね。まず、色鉛筆の、うん、私は肌色に近い、うん、色を持って描くんですけど、例えば、はい、ベージュとか、すごい橙色とか、はい。はい、じゃあ、肌に近い色で描けます。肌に近い橙色とかにします。はい。はい。はい、私はピンクっぽい色で、うん、はい。はい。あ、じゃあ私で、うん、どこから描いていってもいいんですけど、うん、はい。輪郭から描いていきますね、まず。はい。はい。じゃあ輪郭ですね、はい、私が美香さんを描かせてもらって、はい、じゃあまず輪郭を、ね、輪郭を描かせて、はいはい、あまり薄すぎたら見えないな、薄すぎたら見えない、まずは薄いぐらいがいい、薄いぐらいですか、はい、はい、あ、間違えた、もうざっとした感じで、うん、ざっくりした感じで大丈夫です、本当に、はい、大丈夫ですか、はい。大丈夫です。はい。ざっくりした感じに書きました。はい。はい。はい。できましたか？はい、できましたね。ちょっとなんか、はい、ちょっと左右対称じゃないけど、いいか。もう、全然大丈夫です。大丈夫ですか？なんかちょっと。した感じで、はい。はい、大丈夫ですか？はい、ざっくりした感じで、はい。はい。怒らないでくださいね、三田さんね。はい。はい。はい。書きましたか？はい、書きました。はい、書きました。輪郭を書いてね。はい。輪郭ってどこまで？うんうん。輪郭、頭まで？見にくいですかね。あ、見えます。見えますな。見えますか？うまいな、うまいな。こういう感じだね。はい。こういう感じでね。はい。はい。ちょっと丸い感じでね。はい。はい。はい。で、輪郭が描けたら、はい、うん、次に髪型を描きます。はい。一本一本描くというよりは、髪型もざっと、毛量とか長さとかに気をつけながら、うん、はい。もうざっくりでいいです、髪型も。うん、はい。うん、はい。え、色鉛筆でね。はい、色鉛筆で。そのまま色鉛筆。同じ色鉛筆で、ね、大丈夫です。はい、同じ色で下書きなんで。同じ色で大丈夫です。はい。もう、まずざっくりと書くんで、後で。下書きなんでね。はい。肌色で書けばいいってことでね、うん、全部ね。そうですね、うん。同じ色で。同じ色で。はい。ざっくりね。ざっくりね。ざっくりです。ざっくり。書けましたか。はい。はい。で、ざっくりだけど、はい、ざっくりでよろしいです、はいはい、で、輪郭と髪型が描けたら、うんうん、顔のパーツを描いていきます、うん、これでですね、で、うん、そうですね、目、眉、鼻、口ですね、うんうん、まあ、どのパーツから描いてもいいんですけど、うんうん、まあ、顔の中心となる鼻から描くといいと思います、うん、はい、鼻からね、鼻から、鼻から鼻から描くといいんだね、うん、はい、うん、鼻、いや、なんかめっちゃ怖い顔に、ちょっと待ってよ、やだどうしよう、犯人みたいに描かないでよなんと、もうどうしよう、ざっくりですもんね、美子さん、ざっくりでいいです、はい、もうあの、はい、すごくね、あの、美人さんに描こうと頼むよ。もともと綺麗だからね。美人さんに描けるはずなんだけど。絵がもう下手だからごめんね。もう、ほんとごめんなさい。あ、なんか違うわ、全然。どうしよう。まあ、いっか。エコさん、目開けて。エコさん、こっちもいてよ。はい。はい、わかった。はい。エコさんも可愛いからね。ありがとう。そうやって言ってくれるのは美香さん。すごい。みんな可愛い。かわいいね。ありがとう。書けましたかね。はい、だいたい書けました。だいたい書けました。はい。じゃあ、
そうですね。結構顔の位置はバランスが大事なので、うんうん、はい。はい。描けましたかね。うん、大体描けました。はい。大体描けました。大体描けたらですね、うん、今度は濃く描いていきます。うんうん、じゃあ今度は色で。そうですね。大体の位置が決まったら、うん、まあ目は黒とか、口は赤とかで、ちょっと色鉛筆で。うん、はい。色鉛筆で。うん、はい。消しゴムを持ってくるの忘れたから、一発勝負だ。これ全然。あ、すごい。すごいな。消しゴムがない、消しゴム。ホステルで塗るときに貸してあげたいけどね、貸してあげたいけどね、貸してあげれない、一度も消してないから変になってもすごい、うん、のい言わない、私も、うん、全然大丈夫、そのせいっていうことにしといて、うん、分かった、大丈夫だよ、美香さんは、消しゴムがないせいだよ、消しゴムがないせいだよ、すいません、結構一発勝負ですね、一発勝負？あ、じゃあいいんだ。一発勝負だよ。いいです、いいです、うんうん。もうイメージだからね、これね。イメージだよ。うん、そうですね。素敵。これ全部、顔も全部、口も全部色を入れていくんですか？ちょっと色鉛筆で濃く。うん。濃くね。パーツの位置が、顔のパーツが決まれば、うん、濃くちょっと描いていきます。で、最後にパステルで色付けしていきます。うん、はい。ライブできた？はい。うん。ライブできたよ。こんな感じです。あら、私ですか？これは。キャー、すごーい。やっぱ、わん、あわいく、ありがとうございます。もう私、もらいに行かなきゃいけんわ。もう。あ、すごい。とっといてください。はい。ありがとうございます。キャー、もうなんかすごい、素晴らしい。嬉しいね。いいな。嬉しい。すいません。嬉しい。はい、で、かけましたかね。うん。うん、はい。そしたら、パステルで色付けをしていきたいと思います。うんうん、はい。色付けが難しそう。私のやり方なんですけど、うんうん、私は、はい、まあ、コットンとかティッシュを使って、はい、まあ。これコットンですけど、うん、こう見えますかね。まあ、塗りたい色、うん、うん、うん。私は肌から結構塗っていくんですけど、こう肌に近い色をこすりつけます。こすりつけます。はい。あら、汚い。で、ぼかす感じで肌を塗っていきます。わかりますかね？あ、ティッシュとコットンとかで、そうですね、ぼかす感じで、はい。と塗っていきます。塗っていきます。ここは直接ね、こすりつけるんだね。はい、直接こすりつけて、はい。もし色が出にくい場合は、まあ、すごい。紙に塗ってもらって、ぼかして、うん、上からぼかしていただくのも大丈夫です。すごい、これ。あ、ほんとだ。簡単にできる。そうですね。影の部分は濃いく。光の部分は、まあ、塗らなくても大丈夫です。白紙で大丈夫です。白をね、そのまま利用するってことですね。はい、そうですね。強弱をつけた方が立体に見えるかなと。うん、そっか。そうですね。ぼかすのがいいです。ぼかすね。これだと多分誰でも塗っていけるかな。あ、本当だ。これちょっと簡単にできるかも。本当だ。ね、なんか間違いがないですね。こう広げるということが。ね。そうですね。ドローン遊びの後みたいだった。かわいい。全然大丈夫です。え、ほんなら髪の毛なんかもこれでこうやっていくの？そうですね。もし直接描きたい場合は描いても大丈夫です。私は結構ぼかして塗る感じですね。うん、そうか。いや、でもなんか直接描くのは結構勇気いりますよね。そうですね。色がはっきり入るから。ねえ、ぼかしながら塗ると結構ここは影だなとかやりやすいので。へぇー。なるほど、こんな感じでね。うん。そうですね。あ、なんか柔らかくなる、めっちゃ。そうですね。パステルは、柔らかい感じに仕上がります。うん、これって、口とかはどうなんですか？
口もするんですか？でもぼかしてもいいですし、もう直接書い、うん、色鉛筆とかでこう書い濃くしていただいても全然大丈夫です。まあ、私の場合はこう、うん、線からはみ出ても全然気にしなくて、それも活かします。わざとにこうはみ出して塗ってみたりとか。うんうん、ああ、なるほどね。しますね。ならこれはハイライト入れる、お化粧のハイライトみたいにしたらいいですか？そうですね。そうですね。あの、鼻とかは、あ、ちょっとこう。うんうんうん、もし色がつきにくければ直接書いて伸ばしていただいても全然、うんうん、はーい、大丈夫。伸ばしたらいいんですね。これを書いた後にこうやってね、伸ばしたらいいんだね。こうやって見えますかね、うん、こんな感じで書いてやって、うんうん、まあ指でもいけますけど、うんうん、こうティッシュや、あ、なるほどね。あ、上手だな。こうわざとはみ出るように私は書くんですけど。なるほどな。こんな感じで。すごいすごい。はい、すごいな。かわいい。書いてくださって。だんだん書いていると自分の書きやすい感じを見つけれたりとか。すごい。ありがとうございます。さらに見えますかね。すごい素敵です。ありがとうございます。はい、わかります。はい、まだそうだ、目が垂れてるもん、もうぴったしです、ありがとうございます。可愛く描いていただいて、ありがとうございます。取りに行きますから、ゆかさん取っといてくださいね。送ります、送ります。ゆかさん、私のも欲しいって。あ、いいよ。いいよじゃない。ください。ゆかさん、またもらいに行きます。もうなんか、うんうん、サインしときます、サインしときます。もうすごいね、すごい熱です、熱で。なんかね、こうやってあのね、手でこう伸ばしたりとかなんかするのすごいいいね。はい、本当、先生ありがとうございました。誰でも簡単に塗れると思いますね。でもこうやってやり方をここから書いたらいいよとかってなかなかね、教えてもらえないし、すごい良かった、楽しかった。まあ、薄く大体のパーツを書くとやっぱ雰囲気がつかめてくるので、ここだって決まったら濃く書いていくといいですかね。はい、いや、ありがとうございました。すごい楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ素敵ですね。めっちゃ素敵。ありがとうございました。すごいいい体験させていただきました。私もなんかこんな風に描けれるなんて。ね。思わなかった。もうなんか。集中してしまいましたけど、見えますか？ありがとうございます。私です。並ぶとめっちゃいい。私ですって感じで、ありがとうございます。ほんまだ似てるわ、ね。めっちゃ似てる。ありがとうございます。すごいなぁ。私のも。あ、うん、かわいい。めっちゃかわいいです。私のは見えるかな、見えるかな、ここだね。あ、見える見える。あ、似てる似てる。うん。ねえ、ちょっとなんかね、雰囲気が。ね、みんな楽しい。はい、うん、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。なら、最後に未来計画を、ゆかさんの未来計画についてお話ししてもらえたらと思います。はい、そうですね。自分が描いた絵とか、お名前ポエムを通して、たくさんの人に喜んでもらって、まあ、身近にアートを感じてもらって、まあ、幸せな気持ちになっていただけたらと思っています。もっとたくさんの人に。はい。あ、でもこれだと、ね、教えたことなかったと言われて、教えれますよね、全然ね。なんかもっと、ね、子供さんたちとか、いろんな人が、ね、私なんかもう先生とお会いしてたら、もうちょっと絵に対してコンプレックスなかったかもしれない。ゆかさんみたいな感じで。楽しかったね。やっぱ普段は、ないし、普段はやっぱ水彩色鉛筆とか主に使ってるんですけど、やっぱ、身近で使えるもので描けたら、まあ、みんなと楽しくできるかなと。はい、楽しかった。いや、こうやってやるだけでも使う道具によって絵も違ってくるので雰囲気がなんかでも手軽に描けるっていうのがいいですね、こうやって、あの身近なもので、はいね、100均の、ね、材料で今日できたしね。そうですね。はい
まあ100円だと、まあ、お手頃で皆さん揃えれるかなと。はい。本当ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。大事に取っておきます。この作品。ありがとうございます。今日は大切なものアート、青山由佳さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったですね。ゆかさん、ありがとうございました。ゆかさん、ありがとうございました。楽しかったですね。はい、すごく楽しかったです、うんうん、言われた通りに順番に書いていくとね、なんか今までとちょっと書き方が違ったり、うんうんうん、なんか何よりこう楽しくね、書けましたよね、うん、そうですね。あとやっぱしなんか私なんか絵に対して結構コンプレックス持ってたんですけどね、うん、なんかあのはい、書き方を教えてもらったら、あ、こんな風に書けるんだなって思いました、うん、めっちゃ下手なんです本当に。そんなことないよ。でもね、ゆかさんもね、絵を通してね、なんかこう、なんだろう、幸せになる人が増えたらいいってね、言われてましたよね。そうですね。うんうん、もう本当に笑顔が広がる感じで、優しい絵が多いですよね。特徴を捉えたね。うん。すごいです。はい。いい経験させてました。はい。皆さんもね、書いてみてくださいね。ぜひぜひ。はい。そういうの書いたら、見せてほしいですよね。そうですね。ぜひ、コメント欄でも載せてもらったらいいですね。はい。楽しみです。はい。なら、次回はっていうことですね。はい。なので、次回のゲストさんはですね。はい。はい。この方ですね。はい。はい。高校教師で、カラーセラピストの堤真理子先生です。すごい。すごい。ね、また楽しみですよね。うんうんうん、そうですね。あ、そうだね。今は結構ね、学校の選択するときとか結構ね、うんうん、ありますもんね。受験とかいろんなことで、ね、今はコロナでね、なんか受験大変ですよ、うん、学校事情もコロナで変わってきてるかもしれないし、そこら辺のことも聞けたらいいです ね、うん、ね、うちも受験生ね、中3の息子いるんですけども、こんな大きな子さんか、これからどうするっていうところ、選ぶときにどういうところでのポイントでとか、いろいろ悩みますからね、うん、悩みますよね、本当にね。で、どのようにこうやっぱ神経が過敏になっている子どもさんに対応していけばいいかとか、うん、親としての扱い方というか、そうです ね、 ね、サポートの仕方とかね、はい、いろいろ教えてもらえたらいいです ね、 ね、はい、じゃあね、今日はこの辺で、うん、はい、皆さんがハッピーデイズでありますように。応援隊のミカとイコでした。ありがとうございました。次回のゲストは高校教師カラーセラピストの堤真理子先生です。お楽しみに。